産業広告。産業広告っていうのをちょっと取材してまして、サンドマンって書いてあったもんですから。サンドマンってのはね、サンドイッチマン。チビってのは何なんですか。チビ神効果。どういうこれはことなのかなと思ってお電話差し上げたんですが。大阪では担当の者が、はい、外出したらだって。そこは内緒なんだよこれ。はい。もう裏があるからね。あ、そうなんですか。あんまりお風呂できないんだよ。こちら TBS テレビのそこは知りたいという番組なんですが、今産業広告という取材をしてまして。取材拒否が相次ぐ産業広告。アリバイとは何を意味するのかどうにも気になって突然取材。会社の所在地を何とか聞き出して、とあるビルの6階へと足を運びました。ここだね。すいません。はい。あ、はい。あ、どうもこんにちは。ですね。どちら様ですか。そこが知りたいという番組なんですけども、TBS の。あ、ちょっとテレビ困るんですけど。あ、いや、ちょっとですね、アリバイの。あ、閉めた方がいいですか。はい。一体何をする会社なのか。怪しい産業広告。アリバイ会社の業務とは、利用者に在籍証明書を与え、家族から連絡が入ればいかにもそこに勤務しているかのように応答するというもの。違法ではないけれどもいかがわしい。どんな本職を持つ人が利用しているんでしょうね。今実際にしているご職業っていうのは風俗寮です。もう1年ぐらいですね。じゃあ元々はなんか違う普通の OL してました。それでまあ家族にもそういうこと言えないですからね。どうしてもバレないですか。今まで勤めてることをところは辞めたとは言えるけど、別の会社に勤めているっていうことにするのにどうしようかなって初め思いましてね。どの程度までしてもらえるのかって、ちゃんと普通にそこにちゃんといるっていう感じで全部受付してくれるって言ってくださったから、初めの頃は大丈夫かなって思ったけど、もう半年ぐらい過ぎても親も営業ばっかりで忙しいねとか言って、今のところ1年バレてません。親にも言えない本当の仕事、切ない現実ですが、悪用するものが出ないことを祈るばかりですな。新聞を開けば、なんだこれ、ダン？ですね、ダンというのを見たんですけど、ああ、これ何なんですか。いや、何なんじゃない、説明するからさ。ええ、営業の仕事やったことあるの。営業の仕事、うん、営業、それに近いようなことはやったことありますけど。あ、そう、北千住の西口、はい、西口降りてもらってさ、はい、駅前交番あるからさ、ええ、そこに公衆電話あるから、そこから電話くれたらね、ええ、1、2分でうちの課長迎えに行かせっから。あ、そうですか、うん、どんな格好してくる。ですね、うん、革のコートに赤いセーター着ております。赤いセーターね、はい、うん、仕事の内容なんかさ、こっち来て説明するから。行っとり帰る。あ、こんにちは。ですね、で見たことありますね。あ、車団吉といいます。実はですね、こういうような新聞のですね、産業広告というようなことで取材させてもらってんですけど、うちの社長のとこ行って社長から聞いてくださいよ。じゃあ、そうですか、よろしいですか。で、カメラが来てるんですけど、あ、いいです。カメラ一緒に行ってもよろしいですか。いいですか。怪しげな職業ではじゃないですよ。あ、そうですか。それを聞いて安心しました。じゃあ、よろしいですか、はい、カメラ、はい、一緒に同行して、はい、あ、そうですか。決して怪しい仕事ではないというけれども、何やら屈強な男たちがゴロゴロしていそうで、いささか不安。ダンの事務所は北千住駅にほど近いマンションの一室にありました。失礼いたします。はい、車団吉と申します。履歴書申したの。履歴書、履歴書持ってこないんだ今。産業広告っていうテーマで取材してるんですけど。参っちゃうな、おい。で、この団というのがですね。いいじゃないか、団ちゃんって。団の団縁があるんじゃないな。で、何なんだろうなってどういうお仕事なのかなと思いましてね。仕事はさ、で、営業だよ。ちょっとよろしいですか。いいよ。団長、いや社長は、ごほう来楽な人物のようです。で、新聞に出てるんですけど、
何なんですか。これはあれだよ、新聞の生物、拡張ですか。そうだね、日本語で言うと拡張、英語で言うと生物。はあ、うん、で団っていうのはどこから来たんですか。いやだからそのセールス団だよね。あ、セールス団ですか、うん、あ、そうですか。見れば分かんない、みんなこのセールスやってる人は。ああ、この団を、そうそうそう、団って見ればね。そう、うん、それでみんなさ、2年ぐらいやるとあっち行ったりこっち行ったりする。ならいる人はずっといるし。あ、そうなんですか、うん、そうなの、うん、いろいろみんな条件があるからさ、ね、そういう条件のいいとこみんな渡り歩くわけよ。団を結成して2年半、団員ただいま30名、サラ金に追われたりなど訳ありの人々も入団してくるといいます。うちの仕事はね、新聞のね、新聞のあの勧誘の仕事。うん、あ、経験はあんの。全然ないの。あ、そう、素人のがいいんだよ。うん、こっちで仕事のやり方教えるから。報酬っていうのは、うん、歩合で。そう、歩合、完全歩合。一枚領収書、あ、領収書じゃない、契約書持ってきたら、契約書持ってくると、それがいくら、いくらもらえるんですかね。だからあれだよ、日本テレビとさ、はい、ね、TBS と、フジテレビだよ、ね。ああ、団子が、そう、3つですと、うん、日本テレビ4チャンネル。そう、4チャンネルいただけるんですか。そう、ああ、と、6つ持ってくりゃ、 TBS だとね、6チャンネルで。6チャンネル、そう、観光6個でね。はい、ハンコ12個でフジテレビ、訪問販売法にさ、乗っ取ってちゃんと登録して。俺じゃさ、俺はほらこうやってちゃんと、あ、ね、あ、北尾さんとおっしゃるんですか。そう、名前がいいんだよね。強し、強し、弱いけど強し。新聞の拡張員はセールスの際必ず身分証明書を携帯。嘘をついたり脅迫めいた強引な勧誘をしてはいけないことになっております。禁止行為をした拡張員はどうなるのか。悪いことやっちゃうと、ええ、結局こう登録ね。悪いことというのは、悪いことっていうか、だからしちゃいけないことだよね。セールスに関して、そう、関して各団のところに送ってくるわけよ、ええ、でこの人間はもう使えませんよと。同じ仕事するならさ、ええ、お願いしますお願いしますって、ええ、ね、まあ泣き勘って言うんだけどさ。何ですか泣き勘っていうのは。まあ、泣きながら勧誘するってことだよね。うん、そういうような仕方のがさ、これは悪いことじゃないもんね、本当に。涙流して、うん、もう食べた、お願いします、ね、それがやっぱり仕事だもんね、うん、そういう仕方のがいいんじゃないので。実際俺はやったことないから分かんないんだけどさ。やったことないんですか。ないよ、こんな難しいことできないよ、俺。代表で俺は経営者だから。ね、やった仕事お金つける。こちらにびっしりなんか書いてありますけど、水江とか。そうそう、販売所の名前。月間のスケジュールをさ、ええ、毎月1回会社本社行って、で各セールス団が日程出して、ええ、それで社の方から割り振ってくるわけ。各販売所に入ってくれる数字が全て営業はね、やったもんには金を出すと。月収100万円の凄腕もいるとか。早いカードで販売所が喜んでもらえる仕事、8時一発上がり、いいね。はい、頼むよ。はい、はいはい、お願いします。この日は16名の団員が東蒲田の重点地区を回ります。大田区東蒲田、ここは A 氏と Y 氏がしのぎを削る激戦区。一件でも多く契約したい、完全歩合制で働く団員たちの切なる願いです。まず販売所で地図を受け取る。この近辺の地図、これうちの区域です。あ、区域ですね。配達してる区域なんです。あ、ここの中でお願いしますよってことなんですよ。このエリアの中で皆さんが動くと。そうです、そうですね、ことなんですね、ああ、ここ結構競争が激しいところなんで、この地区は、この地区は、この辺だと。じゃあ今日はちょっと心強いですね。結果が楽しみですね。そうですね、増える分他に取られて減りますから。でもやらないとどんどん減ってきますから、この繰り返しですから。いたちごっこしました、そうなんですよ、皆さんに頑張ってもらって。お礼の粗品を自転車に積んで準備も万端。何年ぐらいですか。そうです、この会社は。そうですね、2年半ぐらいですね。その前どちらかにいらして。まあちょっと某違うね会社、まあ、同じような業界なんですけど、やってまして、トータルやっぱり4年5年ぐらいですね、セールスの方も。はい、よし、じゃあ最初、はい、はい、ちょっと電話集まる。
今日は頑張ってきてください。はい、今日は8時上がりですね。はい、8時上がりでお願いします。はい、はい、どうも。はい、はい、どうも。8時間の勝負です。成績優秀な彼の本日の目標は7件。お忙しいとこすいません。あの新聞のお願いで終わらせていただいてるんですが、ダメですか？お願いしますよ。ダメですか？じゃあまた気が向いたらお願いします。はい、すいません。こんにちは。あのすいません、新聞のお願いで終わらせていただいてるんですけど。うちはね、読売一本なんか変えたことない。変えたことない。わかりました。壁は厚い、簡単にはいきません。こんにちは、あの新聞なんですけど、うん、新聞のお願いで回ってるんですけど。うちはもう3年、向こう3年全部入ってる。向こう3年、うん、もう4年でも5年でもね、ただし10年先でもよろしくお願いしますよ。まあ、考えてるよ、ね。はい、うん、じゃあお母さんまた来ますから、はい、あの顔は覚えておいてくださいよ、はい、ね、よろしくお願いします。ここでやる気を失っちゃプロじゃない。あ、忙しいとこ、あ、すいません。この間契約したばっかりなんです。あ、違う新聞。短い期間3ヶ月で試しに一つよろしくお願いしますよ。一つよろしくお願いしますよ。あの配達でも一生懸命配達しますんで。大配と記された産業広告、これは臨時の新聞配達員の募集広告です。しかしなぜ臨時の配達員は知らない土地なのに配達ルートがわかるんでしょう。その秘密兵器が順路帳です。順路帳には配達の道筋が記号で記されています。例えば A 宅から B 宅への順路は、今来た道を戻って平次郎を左折、最初の十字路を左に折れて4軒目が B さんの家と、こうなるわけですね。この順路帳の記号は全国共通ですから、読み方さえ知っていれば見ず知らずの土地でもすぐさま配達できるという仕掛け。頭いい。3ヶ月だけ、どうもありがとうございます。あと名前の大きいよね。ありがとうございました。どうも失礼いたします。ありがとうございます。やっと1件3ヶ月の契約、これが彼の収入となります。午後8時、セールスも終わって団員たちが販売所に戻ってきます。お疲れ様です。どうも、お疲れ様です。どうも、お疲れ様です。お疲れ様です。払いました、今日は。今日はちょっと7件ですね。ああ、大したもんじゃないです。もう即入、明日からとかもありますから。目標を達成してまずまずの団員、一件しか取れなくてがっかりの団員。今日結局何枚ありました？あ、ちょっとあの今日は75枚です。75枚、上がりましたね。目標でも25枚いけましたね。よし、じゃあ全員ちょっとこっちちょっと寄って。はいはい、全員全員、はい、明日団休だからな。今日一杯飲んでな。あの明日休んで、まあ明後日からまた一生懸命頑張ってやろう。はい、ごはん。頑張ります。まあ産業国手っ取り早い人を集めだね。もっともっと自分に力つけてさ、日本一の団作りたいね、うん、ね、これが夢だね。社長のおごりで鍋を囲む産業広告で集まった人々の和気あいあいの宴。知る人ぞ知る産業広告の向こうにもう一つの世界。新聞見るとね、なぜか僕はね、この産業広告好きでね、よく見るんですよ。私飛ばしてました。そう、でもね、あれ暗号みたいなの結構あって分かんないでしょ。分かんないですもん、見ても、だってダンテそうだったんです ね新聞のね、拡張員募集から大配っていうのは、あの臨時の配達員募集、分かりませんでした、ね、分かりませんでした。あの元々はこの産業程度の小さな求人広告っていうんですが、これ新聞の中に実はね定着させたのは高知新聞なんですね、はい、こちら、これ明治31年1月11日の高知新聞ですけれども、ここになります。ここです、ここになりますね。これもう少し大きく拡大してみますと、こちら、これ実はね、年齢15歳以上の女子若干名電話交換手として採用する。まあこの時代なかなか女性がね、集められるのも難しいっていうんで広告出さなきゃなんなかったんですが、まあ今の時代はこういう求人広告だけではなくて、いわゆる産業広告には我々の知らない世界があります。その世界に入ってみましょう。新聞広告にはいろいろな種類があります。第一面を飾る大事した広告、記事の中に掲載される記事中広告、
映画やデパートの広告が